코스프레 가짜 챌린지! 예! 앞서 짜지! イッチャンです。サニーイッチです。サブリーナルナルナルです。はい。というわけで今回は、今までもやったことのある、コスプレガチャやってきたと思います。はい。で、前回ね、エッチャンとイッチャンやったと思うんですけど、相当昔だけどね。相当昔だよね。やってた。今回は僕とイッチとなる初めてなんで、この4人でやっていきたいと思います。はい。 で、今回はですね、トップス、ボトムス、装飾の3つに分かれており、それぞれガチャで引いていって、最終的にどんなコスプレになるのかというチャレンジでございます。なるほど。それでは、はい、というわけで最初はですね、トップスでございます。トップス、トップスもね、10種類分入っております。そうですよね。 うちのみんな気になるだろうね、これね。いやね、本当ですか。でもね、今回はね、結構さ、女の子っぽい多かったよね。あった。そう、だから、よし着れるかどうか問題はある。無理やり着る。勝ち切れても着る。来い。セクシートップス。さあさあ、何でしょうか。セクシーなやつ来てください。よっちょ、トップスはこちらです。じゃじゃーん。ブルマトップス。 放送事故だよこれ。ブルマ。ブルマの上だよ。体育着だね。体育着。そうそう。体育着の上か。そうそう。もう帰ろう。私は別にみんなね、期待してないでしょ。いや、りっちゃんは。いや、大事バリーだから。そう。あ、合ってました、出ました。みんな求めてるよ。りっちゃんのトップスはあれ。やった。私、前回なんか体操選手みたいな感じ。 今回はいけそう。はい。さあ、ウィッチ。ウィッチ。行きます。はい。今回は、綺麗にさ、体操選手になったから。最中のは、こちら、サバイバルガール。おー、いいね、いいね、いいね。似合いそう、似合いそう。ムチムチサバイバルガール。ムチムチって。ムチムチって言うなよ。いや、それは、それは言っちゃダメなやつだよ。若い肌のムチムチ。そういうことか。ピチピチじゃないよね。ピチピチ。おい、おい、こった。 さあ、最後。はい。はい。あれ、ちょっと警察でしょ。警察だ。ボディスー。あと4つ。ボディスー。さあ。何が今あれマッチョ。やばい。俺、そこ来たいと思ってた。ねえ、あれ面白いね。はい、じゃあ、トップスの方決まりましたんで、次は、ボトムスでいいかい。次は、ボトムスでいきたいと思います。はい。 ボトムスー。ボトムスはね、10種類ありますのでね。もうね、ここまで来たら面面白い感じですね。いや、だけど、あれ、スカートがめっちゃ多いから。そもそも。いや、どうしよう、すねげそうなんだよな。でも逆にセクシーかもね。逆にセクシーかも。出ました。はい。なんだジョリジョリ。しゃあ。こい、よっちょ、ボトムスー。あー、ビーズマッパー。強そう。確かに、すごい、すごい。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 すごい
가! 어이! 나리! 내가 제시! 아! 아, 뭐야? 노력하지 않아? 아, 미니! 벤타이야! 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 미니스카 OL 맞죠? 고이 서바이벌 가자! 우와! 아니! 이따 서바이벌이야! 서바이벌은? 서바이벌 맞죠? 서바이벌 맞죠? 서바이벌 헨타이 민나 서바이벌이죠? 서바이벌은 흐르고 이안 되겠네 야바이요 야바! 이제 오프스토 보더무스가 기다렸습니다 次は総食を行きたいと思います
続いて装飾いきたいと思います。さあ何が出るのか。こっちはもう今ゴリゴリのアーミー。ゴリゴリでウサ耳とかやったの。ドレッド。やばいやばい、超イカつい。いくです。4つの装飾はこちらです。ドドン。ドレッド。ドレッド。やった、ドレッド出たわ。サグワ。もうただのイカついアーミーの人や。俺はね、サグワ君になりたかった。なるほどね。そういうことよかったじゃん、慣れてね。やった。さあ、ということで次私です。私は今もうブリブリだから。そうだよね。何が来ても大丈夫。何が来てもブリブリだ。ブリブリアイドル。ずれたね。ちょっとずれたね。そういう桃太郎アイドル。8年。あ、桃太郎コンセプトのアイドル。なるほどね。スカート。昔話はコンセプトのアイドル。桃太郎担当だ。いそういそう。あ、桃太郎アイドルみたいな。そうそうそう。あ、なるほどね。いいじゃんいいじゃん。素晴らしいだわ。新しいよね。昔話アイドル。今下が全身タイツで超変態なんで、もう変態でいこう。いや、エッチが切れてる顔。ねえ、この耳。さあ。未完成のヨッピー。そう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 、途中俺の隣に変態がいる。ラブはどうなんですかね。マッチョサバイバー。俺だよ。もうマッチョサバイバーだから今。なんかやばいよね。どうなっちゃうんだ。さあどうなんだろう。あーよー。ねえ、もう落ち着かない。やばいね。散らかってるもん。散らかってる。意味わからない。パリピだね、パリピ。はい、というわけで3つのコスプレが揃いましたんで、お着替えタイム。もも私のお尻はもも尻。色素がね、色素がついてるからね。あ、こぼれた。あ、そうか、何の対応しましたか。あれだ、顔塗ってないからだ。あ、そういうことか。言うて裸なんだよ、じゃあ。そうそう、下も裸なの。もうすごいで、あなたはね、あなたはちょっとよくわかりません。あのね、みんな来てくれてありがとう。モモトロアイドル。そうこのさ、スカートがさ、これを引き立ててんだよね。そうちゃんとモモトロカラーだから。これつけたら急にダサくなる、すべてが。そんなことないんだよ。急にモモテツ感が出てる。みんなモモ印やってね。モモ印。一気にアイドルからなんか地方の人みたいな。そうそうそう。地方の町おこしって感じ。あのモモ山梨のアイドル。なるわね。ちょっとなんかよくわかんない。アフロはちょっとよくわかんないんだよな。そうだよね。いやでもね、まとまりはなぜかあるんだよ。うん。収まりはすごくいい。すごい。けど誰って感じ。こことここはさ、サバイバル感あっていいじゃん。うん。これがな。これなんだ。鬼っぽい鬼。あー確かに鬼ね。鬼っぽい。いやよくわかんないよ本当に。いや面白い結果になりましたね。想像以上に面白かった。やばい。本当にやばい。やばい。本当にやばい。これがさ、これっているもん。これがさ、ダサ飲みだったらやばいわ。はい、というわけで、以上コスプレガチャでございました。まあこういうね、なんか
コスプレの決め方は面白いよね、発想がここまで出ない。はい、ということで、この動画が面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。